どうも、芸人小屋健太でございます。僕はですね、こうして徳島県のいろいろ YouTube に載せてるわけでございますが、マネージャー、はい、今日の企画ええやないの。いや、もう小屋さんが大好きな企画を持ってきました。今回はですね、はい、こちらドドンと、三国堂さんというシュークリームのお店にやってきております。なんと今回ここで食べてレビューするの違います、作る体験をさせていただけるということで、健太もついにね、あのシュークリーム作りの方に身を入れていこうかなという企画でございますので、はい、四国で唯一のシュークリーム専門店ということで。四国で唯一なんだ。はい、早速じゃあ入ってみましょう。はい、おはようございます。おはようございます。すいません、今日はよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。お着替えさせていただきましたけど、はい、飯島さん的に僕のこの姿どうですか、シュークリームに見えてますか。お、なんか体格的にもがっちりしてるんで、もう力があるシュークリーム屋さんにやるこじつけやないですか。とりあえずハンバーガー屋とかやってます。というわけで早速今から、作る方に入っていきたいと思います。今日はあの簡単にね、ちょっと、はい、あの生地にクリームを注入してもらう、はい、まあ、絞りの、ね、ところをやっていただこうと思います。シュークリームの一番肝心なところじゃないですか。そうですね、一番肝のところですね。それをやらせていただきたいと。分かりました。早速お願いします。お願いします。もう差し込むんじゃん。差し込む感じですね。差し込む。で、一応あのグッグリームのグラムを測りながらね、はい、うん、詰めてきます。どれぐらい入ったかというのを確認しながら、そうですね、で40ぐらいを目指して。すげえ、ちょうど40。すごいですね。あのお客さん来たんで、はい、あの僕も 前に出てきてるんですけど、はい、店員さんですね。何も怒らないですか。僕勝手に出てきとんのいいんですか。まあ、今日は一日店員というか、あ、店員でよろしくお願いします。憧れやったんで僕シュークリームになるの注文いけましたか。もう、はい、何買うたんですか。口シュークリーム数いってますよ。安いんです。あ、いいですか。俺邪魔なってない、大丈夫。お姉さん朝一番の一、うん、人目ですからね今日。はい、あ、そうですか、はい、これちなみに、はい、コーヒーがね、はい、無料で飲める、入れましたか。もうガンガン飲んでください。コーヒーがね、これ種類があって、ホットコーヒー、カフェラテ、カプチーノ、ご自由に。こんなん興味ないから、もうぜひ中国に向こうで、これここでもうやってくれたらいいということでございます。お客さん来ていただいてね、はい、まあ、放送の待ってる間にね、うん、あのコーヒー召し上がっていただいてね、なるほど、それを入れていただこうと思ってます。素敵なサービスですね。お会計はもう大丈夫ですか。すいません、お待たせしました。はい、ティッシュをたくさん入れてます。お待ちください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。これはどうですか、僕の接客。あんまこういうところでやったことないんですけど、今ら行けてたんです。センス的にはいいと思います。ほんまですか。ほんまですか。褒めりゃええと思ってた。いやいや、本当にいいです。優しい、甘いですね、判定が。まあね、クリームと同じくらい甘い。あ、何を言ってる、何を言ってるんですか。戻りますよ。僕も休み時間、教室で遊んでる方やったんで、こういうところで活躍したい。わかりました、早速やらせていただきたいんですけど、はい、お客さん行けますかね。お客さん来ましたんでね、ちょっとね、失礼します。わかりました、はい、じゃあ早速やらせてもらいましょう。というのは、嘘でございます。マネージャー、はい、これ今、飯島さんが詰めたやつ食ったら怒られっかな。いや、絶対やばいですよ、その今飯島さんが入れたやつ。ダメです、ダメです、ダメです。いや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 、ダメです。接客しよう。いや、接客言ってますけど。いただきます。最低、この人最低。甘い、甘い。バレるバレるバレる。めっちゃ美味しい。マジっすか。カスタード系で、うん、あのシューのね、はい、生地がほろほろっと崩れる系のサクサク。じゃあレビューしてる場合じゃないですよ。ちょっとめっちゃうまい。はい、口入れちゃった。クリームも甘いわ、おいしい。ちなみに1個減ったから1個足しておきません。ちょっと一応、あ、でもクリームついてしまって、これバレる、いろいろバレそうです。あの人のと入れ替えてます。勝手に入れてもバレんかなって結構。いや、わかんないですけど、まだ習ってないですけどね。うん、いけます。40g。これで。はい、40g つけましょう。40g な。うわ、分かん、出ようかどうかも分からん。穴でかすぎん、これバレへん、これ。5
5の手元か。さっき4つってました。4じゃないとあかんので、これは証拠隠滅せなあかん。いやいやいや、2個目。何やってんすか。なくなっちゃいますよ。消しとればれんから。一瞬これ見すぎて、多分訳分からなかったろ。いや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 。甘い。甘いじゃなくて。卵もついて美味しい。いいですね、クリーミー系だ。うん。あ、席終わりました。席。くるくるくる。あ、お疲れ様です。お疲れ様でした。じゃあ始めます。はい、やっていきましょう。お願いします。これ、こんなくないですか？あれ？いや、知らないです。知らんですよ。忙しくてもう訳分からなくなってテンパっちゃってますね。落ち着いていきましょう。もうアブロン何を言い出すやろね。もうじゃあ早速詰めていきましょう。はい、お願いします。じゃあ次やっていただきましょうか。あ、いいですか。はい、40g ですよね。 40g ですね。これ刺す場所とか決まってるんですか。決まってないんでね。だいたいね、真ん中よりちょっと下目にね、ちょっと下の方からいくんです。この辺でいいですか。刺さりました。いけます、これで。はい、40グラムってどれぐらい入れたらいいんだろう。まあちょいちょいちょっとずつ入れて、そうですね、測って測って測ってみたいな。じゃあこれで一回どうだ。いやいやいや、気ちっちゃいな俺は。気が小さいのよ。14グラムですよ。もう一回やりましょう。はい、もう一回いきましょう。ああ、これはちょっと力強すぎかな。溢れてしまった。もうこれででも40ジャストぐらいのはず。いや、ちっちゃいわ、俺は。3グラムしか入ってないわ。ちょっともう、はい、ギュッと入れていいかもね。そうですね、意外と思いっきり、はい、入れさせてもらいます。お、これは結構入った感じがしますよ。よいしょ。はい、どうでしょう。いきます。あー、オーバー。ごめんなさい、飯島さん、申し訳ない。44、これは判定的にはアウトです。うん、判定的にはアウトです。あ、やっぱ繊細なんですね。40ちょうどぐらいにせなあかんから。そうですね、難しいですね。全部45にしとったら数字狂ってくるもんね。まあそうですね、感覚ですね、うん、もうなんとなくわかるんですか。なんとなくわかる。ギューって入れたら、そうですね。おお、来ました。40ぴったり。よっしゃ。はい、ということでこれがやっと正しい量やけど、俺こんな時間かかるとダメですよね。お店間に合わんくらい。まあでも感覚的につかめたんじゃないですか。大体だいぶ小分けでいったよ。あ、そうですね。飯島さんも一撃でギュッと入れよるから。はい、はい、それができんと。はい、ということで作る体験させていただいたんやけども、はい、どうでしょう。シュークリーム屋さんの裏側ってあんな営業するもんね。確かに。もう入った瞬間からちょっとやばかったんやけど。お腹すきますね。お腹すきましたね。ちょっとは今日小竹さんね、頑張っていただいたんで、ご褒美としてお願いしたんでしょうか。いいんですか。え、食べていいですか。どうぞ。やった、もうそれを待っとったようなもんやから。いやいやいや。え、でもこれ見てください。ミルキーメロンシューに始まり、いちごシュー、ナルトキンの時は徳島やな。で、あずきあん、マンゴーとかもあるんですね、はい、で抹茶シュークリーム、モカシュークリーム、フルーツ、あ、うまそう、キウイとか入っとる、キャラメルシュー、ホワイトチョコ、そしてチョコレート、プチミックスシュークリーム、これさっきめっちゃ売れたやつ。でミックスシューがあると。はい、これどれでもいいんですか。どれでもお好きなものを一つ、ね、じゃあちなみにおすすめとかもう選びきれるもん、これ。そうですね、人気の商品としては、はい、一番このいちごのシュークリームね。ラスイチやけどいいんですか、これ。じゃあすいません、今回いちごのシュークリームいただきましょう。あ、おいしい。さっき聞いたんですけど、はい、まあ、コーヒー自由にお飲みくださいって書いとるでしょ、はい、なんかイタリアな豆を使っとるから、はい、コーヒーの評価がえらい高いらしい。すごいですね。そうらしいですよ。無料で提供してるのにこだわってるっていう。確かにめちゃめちゃええ匂いするの、このコーヒー。おいしい。お待たせしました。すいません、ありがとうございます。今日のご褒美をね、いちごシュークリームゲットでございます。あ、すごいですね。まあ、やっぱね、徳島でも、はい、有数の育ちがええと言われてる俺はね、やっぱこういうも食べることはできますよ、はい、じゃあ早速ね、いただきたいと思います。はい、多分もう変な人はもうこれ潰してまいがちやから。そうですね。そうじゃないのよ、何のために開いとるかやからね。こうやって外してですね、上を、はい、クリームをちょっとずつこうつけて、あ、こうやって食べればいいから、うん、手言ってましたね。ということでいただきます。はい、どうですか。めちゃめちゃうまい。出ました、うまい。
あ、なんかもういちごの、はい、そう甘い部分というより爽やかな方で来とるから。あ、そうなんですね。めっちゃ食べやすい。あ、じゃあもう大人の男性でもあんまりくどくなく食べれるイメージですね。うん、もうこれなんかコーヒーで、はい、甘さ調節した方がいいかなと思ってたけど、はい、これだけでも十分いけるぐらい。あ、そうなんですね。ちょうどやわ、もう こんな好きなわ。へえ、おいしい。でもコーヒーやっぱ合うんでしょうね。まあそうですね。生地がもうあのサクッとシュワッとしとるから、はいはい、うん、それがね口どけがええのよ。うまい、いちごうまい。わ、なんかいろいろ食ってみたいなりますね。うん、ちなみに、はい、あのさっき聞いた話ね、はい、10時にオープンするんですけど、はい、お昼にはもう売り切れて全部なくなったことが多いですね。なきゃ来る人はぜひ早めにということで、はい、まあ、うん、詳細は概要欄の方にまた載せておくんで、うん、載せておきますんでぜひ、はい、チェックしてみてください。マジでうまいな。うん、ペロッと一ついっちゃいましたね。めっちゃ美味しかった。うん、ごちそうさまです。すいません、今日は一日ありがとうございました。 ありがとうございました。めちゃめちゃ美味しかったという感想で終わってしまいました。食べたのが最後だから。最高の褒め言葉です。いや、もう貴重な経験させていただきました。ちなみにこの三国堂さんというのはオープンしてどれぐらいになりますか？オープンして9月でちょうど丸1年になります。丸1年ということで、石井町にあります三国堂さん、ぜひぜひ、皆さん買いに来てください。ほんま朝市がおすすめですよね。そうですね、朝市だといろんな種類が並んでますんでね、もうそこでなくなっちゃいますから。はい、皆さんぜひということでございます。それではチャンネル登録よろしくお願いします。すみません、本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで最高に美味しいシュークリームありがとうございました。皆さんぜひ概要欄にあの詳細貼っておきますんで行ってみてください。っていうかこれ飯島さんが動画見たら俺の罪全部バレるような非常にやばい状況ですよね。ということであのバレんうちにね、僕はもう動画をさっさと載せてしまいたいと思いますので、また買いに行きます。ありがとうございました。最高。